お疲れ様です。私たちは日々いろんな挑戦をしますけども、うまくいくことばかりじゃないですよね。どちらかというと、失敗の方が多いはずなんですよ。それは、お互いの人生や経験を通じて、お互いに分かり合っていることだと思います。例えば誰かが何かに挑戦しました。それ失敗しました。ね。だからといって恥ずかしがる必要ないです。私たちも同じように失敗してきてますから、むしろうまくいくことの方が珍しいわけなんですよね。で、そこで今回のテーマなんですけども、失敗をしてしまった人の信頼を、言ってみれば裏切ってしまった。そういう時がチャンスなんですよってことです。つまりね、うまくいかなかった時にどうするのかってことを私たちはお互いにずっと探してるんですよ。失敗した、資金的に損した、ビジネスがうまくいかなかった、多くの人に恥をかかした、信頼を失わせた、どうしよう！その時にどうするかによって進化が問われるんですよね。人ってのはね、順調の時にはね、鼻を高くして人に自慢したいもんなんですよ。いつもそういう場面でいたいわけなんですけども、そうもいかないじゃないですか。だから、どん底の時こそ、失敗した時こそ進化が問われるんですよね。じゃあその時にどうするかなんですよ。で、私の考え方なんですけども、うまくいかなかった時って、じゃあどうやって取り戻すのか、これからどうしていこうとするのか、こういったことをお話して、次の挑戦を許してもらう。そんな気持ちを持ちますね。はい。当然ですけども、期待してくださった方の信頼を裏切ったということでね、そのあたりは、けじめをつける意味で、深く頭を下げるのは当然です。頭を下げて謝ることによって、プライドが傷つくみたいなね、ちょっとおかしい人がいますけども、そんなことはプライドを持っちゃダメですよね。間違った時とか、人の信頼や約束を破った時に謝るっていうのは、特別なことではなくて、私たちがお互いにしてることなんですよ。むしろ失敗した時にプライドがあるなら頭を下げるべきです。そして堂々といわゆる恥をかいてあげるべきなんですよね。それによって一旦ご破算にして帳消しにする。死して罪を償うではないですけども、幸い日本には謝ればね、再出発を許してくれる、そんな風土や文化があるんではなかろうかと思います。もちろん謝って済む問題ばかりではありません。しかし、謝りもしないのは最低ですよね。で、謝ることによって、やっぱり多くの方から、もう一回この人を信じてみようかなっていうふうな気持ちに、持ち直していただけるんですよ。もちろん100人中100人ではありません。でも、100人に信頼されて100人を裏切った結果、謝って再スタートを切ることによって、100人中1人でも、じゃあもう一歩付き合ってやるよ。乗りかかった船だって、こういう言葉もあるわけじゃないですか。その人とは強い信頼を築けるんではなかろうかと思います。私たちはいろんな経験や失敗を通じて、誰と一緒にいるべきなのかってことを、だんだん、分かってくるんじゃないかなと思うんですよ。ね。最初の挑戦で、いきなりうまくいく人。そういう人は逆に、自分と付き合いができてるわけないんですよね。私もこの1年、いろんな挑戦をして、そして、頓挫失敗しました。ね、いろんなプロジェクトあったと思います。そして、毎月3万円から5万円を稼いでいこうっていうね、プロジェクトもありましたけども、さあ、毎月リリースしたのかなと思ったら、リリースはできてないわけですよ。ね、ポイントサイトも、なんとか、8月、9月、10月と、皆様にね、いいところを見せられましたけども、じゃあ、4月、5月、6月はどうだったのかっていうと、ポイントサイト手をつけてなかったりするわけですからね。で、その代わり別の企画をこうね、振り抜いたりとかして、FX の方でね、皆さんと一緒に、考えたりとかしたわけですけども、とにかくね、計画通りにいかなかった時に、じゃあ何で取り戻すのか、どういうふうに人との関係をつなげていくのか、これが積み重なって信頼になるはずなんですよ。気まずくって人の前から姿を消すなんてのはあってはならないことですね。だから、この人はそういう時に逃げる人なんだっていうふうにレッテルを貼られると、このレッテルってのはなかなか剥がれないんですよ。そもそも私たちは無数に人を選んで付き合ってるわけですよね。じゃあ、気まずい時に逃げてしまう人がいなくなってる間に、私たちは他のもっといい人と出会ってしまうんですよ。そうなるともうその間に戻ってこようと思っても入れなかったりするわけなんですよ。だからね、チャンスっていうのはいつもあるわけじゃないんですよ。チャレンジっていうのはいつもできるわけじゃないんですよ。もしかしたらそういった機会を失ってしまったのに、まだもう一手やるっていうふうに一人で考えてるだけかもしれません。チャンスっていうのは多くの人がやっぱりくれるものなんですよね。くださるものなんですよね。じゃあ、チャンスやチャレンジのそういった機会をくださるように自分は立ち振る舞っているだろうかってことを考えると、ビジネスでうまくいく人、人生でうまくいく人、これね、明らかに失敗した時に何をするかにかかってるんだと思うんですよ。今日はそんなところでね、私自身もいろんな失敗をしてきたからこそここにいる。そして責任を回避しないって気持ちですか。謝っても済まされないことってのは確かにあります。それはそれで仕方ないじゃないですか、だけどもやっぱり粘り強くね、失敗しても立ち向かう姿で人を感動させるってこともできるんじゃないかなと思うんですよ。一番良くないのは何もせずに消えていくこと、音信不通になること、一方的に自分の理屈をこねて、そして人の言い分を聞かずに何の交渉にも応じないことじゃないかなと思います。そういう方ってのはね、残念ながらいくつになっても同じ失敗を繰り返して新しく与えられたチャンスを棒に振ってるんじゃないかなと思います。自分のことかなと思ったらもう一回ねチャレンジしてみてください。そして頭を下げるべき場所に頭を下げてきてもらえばいいんじゃないですか。誰も恥ずかしいなんて思わないですよ、そんなこと。逆ですよ。かっこいいなと、謝れる人なんだ、じゃあ信用できるよねってなるんですよ。今回以上です。